はい、皆さん、こんにちは、衆議院議員の木内みのりです。本日のゲストは皆さんどっかで見たことありませんか。株式会社清村、寿司三昧で有名なね、清村さんの木村清社長さんをゲストにお迎えいたしました。今日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。皆さんよろしくお願いします。お寿司といえば寿司三昧。はい、私と木村社長の成り初め、私が外務大臣政務官の時に、はい、ちょうど公務でパプアニューギニアに出張に行ったんです。はい、あれいつだった 6年ぐらい前だったかな。はい、その時に あの初競りでね、もう1億とか2億とか、うんうん、とんでもないね、お札束でそんなことして、うん、何やってんだろうなって思ってたんですが、うん、まあ、恐る恐る名刺交換して話を聞いたら、うん、いやこの人本物だなと、うん、でびっくりしたんですね。侍だと。で、なんであんなね1億とか2億で、まあ、初競りでって言ったら、やっぱりこういうことをおっしゃったのね。やっぱり正月だからご祝儀相場ってあるでしょあなたと。あともう一つはね、誰と競ってるかっていうと、某隣の大国、まあはっきり言っちゃいます、中国資本には負けたくないと、日本人として。だから意地でもね、私を頑張って競り落として、で一切れ何千もするね、その話題のマグロを、大間のマグロを俺皆さんに安くね提供して、1月の正月気分には喜んでもらいたいと、うん、これはすごいなって。でよく考えてみたら宣伝効果も大ですしね、一石二鳥で頭いいなと思いましたけど、そういう発想のその何ていうんですか、負けん気とね、もう何ていうんですかね、みんなに喜んでもらいたい、そしてね、寿司三昧チェーンにそれをきっかけにファンを作りたいと、これはねやっぱりね、なかなかできないことですけど、実際そういうことなんですか。やっぱりそうですね、それを売り込んでとかね、広告宣伝なんてのは全く考えてなかった。ちょうどあの時はね 3.11 で地震で日本が家にしてる時に、なるほど、またマグロが深いかれるのはということで、ちょっと頑張ったら相手も立派なあれで、そういうことは一応ごとに上がっちゃった。そういうその欲でなんとかじゃなくて、日本を元気にしようと、そうです、そういう発想で思い切ったことやったら、うん、後から結果が出ます。そういう結果、それありますよね。なんかこう計算して、これでなんか広告費がなんか出すみたいなもんだとかってみんな言ってるんですけどね、うん、結果としてそうなんだ。やっぱりそれを確かに打算でやると、ここら辺でやめるかなとかってなっちゃいますよね。うん、だから確かにそう、あそうですか、うん、なおさら惚れました。すごいですね。で今ただね、コロナで外食産業すごく今、そうですね、はい、持続化給付金だってね、あの一人でやってるお店も、うん、あのね1店舗10人いて100チェーン店で100店舗やってるところって同じだから、これどうですか。うちなんかもうちょっと大型店舗が多いんで、今の給付金いただいても全然焼け石に水で、もう大変。でも今までね、備蓄しておいた資金がありますので、はい、それでなんとかこういう時のために備えあれば憂いなしでこう、はい、食べて、はい、で早めに今ワクチンができてるんでね、早めに打っていただいて、来年ぐらいから正常になるように。いや私はこのマグロ大王清村清志ダメだと思った時が夜明け前という本ね、うん、これ講談社から出版されてますけど、すごく非常にもう読みやすい本でね、はい、なんかこう人生のこのなんていうんですか、生き方のコツっていうかですね、ここにあるような気がするんですけれども、ここにもあるよ、例えば試しても見ないで無理だというなんて、これ20、うん、社長ね、はい、普通こう24時間営業なんて、はい、これどこで掃除するのとかありますけど、それどうなんですか。そうです、だから自分でも考えて、汚れたら布団、うん、もう常にやってる、常にやってたら常に綺麗でいいじゃない、はい、後でまとめてやろうとするから製造時間が必要になってくる。もう逆にしょっちゅうやった方が綺麗な、しょっちゅうやったら綺麗になったら、しょっちゅう毎日毎日やったらばもう大掃除しなくても済んじゃうわけですよ。なるほどね。いやそれであと寿司職人さんってね、はい、まあいろいろこう飲食ありますけれども、はい、こう
なんか要請する、ね、学校を作られたってありますけど、はいはい、なんか普通だとこう10年ぐらい、そうです、本当そんなかかるんですか、それをもう、はいはい、短くできるようにされた。昔は5万店舗の個人のお寿司屋さんがあって、はい、そこで1人2人っていう形でみんなが教育してくれて後継者育ってるんだ。今はその暇がないっていうことで慣れてもいないんで、今後継者不足なんだよ。あ、もう5万店舗あったのがもう1万5000店舗もない、もっとも今5、6千店舗ぐらいになってる、そういうような状況なもんですから、これ後継者がいないものに文化が、うん、寿司文化っていうものがね、これ美味しいものは通じていかないので、じゃあ学校をやろうということで、今学校もすごいみんなが面白い、楽しく元気よくやっているような学校を作りました。で2年でもう大体1兆円になるぐらいに、まあ奥は深いですからね、うん、一生勉強ですけど、はい、逆にあの今寿司職人さんっていうとこう海外でも引っ張りだこというのはね、はい、あの私あのドイツに10年おりまして、はい、ほぼ毎年、まあ、去年は行きませんでしたけどドイツに行くんですけど、はい、ドイツに行くたびにまあ、寿司屋さんみたいなのがね、まあはいはい、まあ、ほとんど、まあ、ちょっとこう日本から見るとインチキな本物じゃない、うん、ちょっと日本人じゃない方が経営して、うん、日本人じゃない方が見よう見まねでやって、うん、まあ、ちょっと、まあ、まあお世辞にも本当の寿司とは言えないんですけど、でも、うん、寿司ショップみたいなのがどんどんできてるんですよ、うん、ということはその木村社長のところで勉強して、じゃあ一丁海外でもやってみるかみたいな人今いると、 大勢いらっしゃる、ね、だからこそ今から20年前はね、世界に2000店舗しかなかったんです、うん、醤油を使うお店が、はい、キッコーマンさんとかの統計よるとね、はいはい、今は30万店舗以上の、だからこの20年で何十倍になったか、何百倍です。だからそのくらいに日本の和食っていうか、こう文化が入ってくるということですから、大いにこれは100万店舗ぐらい増えると思います。まだまだ美味しいものとやり方を通じて日本の味文化っていうものをこう伝えていくべきかなと。いや私驚くね現象を見たことあるんですけど、あのニューヨークに日本の国連代表部っていう、まあ、大使館みたいなものなんですけども、はいはい、まあ、ある方がですね、はい、その国連の機関の選挙に出るということで、はいはい、それでお食事付きで読むんですよね、はいはい、昼間にで、はい、まあ、プレゼンテーションしたりして、はい、でお寿司を出すわけですよ、うん、そこにみんな行列が並ぶ、はい、ですもう瞬時になくなるんですね。でみんな、はい、西洋料理も出すんですよ。逆に言うと寿司だけ食べてろくに話聞かないで帰っちゃうなんか各国の大使とか大使館員がいてね、いや私考えられないのは1971年か75年、うん、西ドイツにまた父の仕事の関係でボンというところで、私は警察庁の出向者でいたんです、うん、子供の頃、はい、魚なんて食べるようなねドイツ人なんてほとんどいませんでしたよ。あ、まあまあ、そういう売ってるところはあるんですけども、うんうん、ほとんどのやっぱ 肉とじゃがいもところが、もう今先ほど申しましたようにね、ちょっとなんちゃってお寿司屋さんみたいな和食屋さんがあって、はい、で魚も食べるようになった、はい、で実はちょっとこれ質問ですけど、あれもともと中国韓国だってあんまり魚日本食べてなかったですよね。初めてなんかモンゴルでも中国ですら食ってなかった、はあ、それを寿司三昧でやるようになって、うん、皆さんこっちへ来て生で食えるんだって言うんで、今中国でもロシアでもどこでもモンゴルでも食べるようになってくれたって、うん、世界がこういう部分になっていいことだと思う。ただ生物なんて衛生上気をつけなくちゃいけないんで、うん、それだけ世界各国の料理学校あるんです、うん、460校ぐらい、うん、そことも今提携をしてね、うん、今寿司ネタ協会っていうのも今作って、そういう衛生基準とかなんかもある程度誰もやってくれないもんですから、やっていかないといかんのかなということを今考えてやっております。あとまあ、ちょっとさ、まあ、コロナの問題に戻りますけども、うん、やっぱなんかこう日本政府に対してご要望ってありますか。そうですね、まあ、私は去年の4月5月の時にね、今回のコロナっていうのは1月から発生し始まったんですけども、3ヶ月経過でこれは普通のもんじゃないと、
思ったんで、今台湾とか中国やったりして、まあ非常事態宣言を4月に出されてやってましたけど、一斉の PCR 検査をやること、それからまあ今回それがまあやられなかったんで、まあ今日に来てしまったと。でもまあそのままもう過去になってしまって、今現時点はね、1億人が早めにワクチンを打てると。で、何のための緊急事態宣言かと。緊急な時にね、臨機応変にやれる技と、先ほど言ったように24時間やっても1人8時間労働の3交代であれば無理難題なしにできるわけです。だからそういうことを見れば、今注射もワクチンさえ届けばね、今医療従事者医者の卵で、まして筋肉注射なもんですから、プロの医者が一人いて見てて10人が看護婦さんとか普通の人でも打てる、そういうような状態下にして見守っていって、できる方法を、先ほど言ったできない方向じゃなくて、はい、そうですね、緊急事態にやるべき行動ってのは、ちょっと日本政府の場合ちょっとおろそかだぞなっていうの。いや、おっしゃる通りです、うん、木村社長は自衛隊におられたから、はい、やっぱり自衛隊って何かあった時のための準備を常にしてますよね。だから、はい、いや、なんか起きても、じゃあ誰も今 いなかったじゃなくて、誰かが対応、うん、すぐ対応できるようになったし、あと、これも本にも書かれてましたけど、やっぱり、ね、ちゃんとこう精神論じゃなくて、どれだけ、例えばもう自衛隊で、部隊があって何人いれば、その人のための食事とか、うん、着るものとか、うん、ちゃんとこう補給しなきゃいけない、はいはいはい、でそういうなんかこう準備とか対応とかって、なんかこう今の日本もうちょっと余裕持ってね、こういうことが起きたらこことここを使ってやろうとか、はい、ちょっと研修をしたら注射も打てるようにしようとかって、これ外国ではそういう形で臨機応変に対応してるんですけど、うん、だからこう日本の場合はなんかこう、なんていうんですか、なんかこう後手後手になってる。これ我々も与党としてもね、うん、反省しなきゃいけないんですけど、うん、まあ、そういう今非常にいいアドバイスもいただきましたので、もうちょっと柔軟に、そして対応できるような、ね、うん、だからこの辺もね、個人経営の社長とか経営者、それとまたあと自衛隊もね、自衛隊ですら 3.1 日の時は、はい、臨機応変体制持ってなかったんです、はい、でも陸上の君塚さんとかね、うん、ああいう方は持ってたけども、うん、それでもこう動けるようなね、そこ行くと米軍なんてのすぐに空母を回してくれて、ところが戦闘機しかないと、木村さんのところにヘリコプターあればヘリコプターで船を乗せられると、そういう緊急事態の時に相談する相手というのを政府の中でもあるとは思うんですけれども、本当にそういう緊急事態の相談窓口ってのが、だから政府の方、官僚の方、全部が全部、いや、そうじゃない、これでこれだっていうこともあるでしょうけども、臨機応変さってのも必要なことが、やはりこれから何起きるか分からないんですね、平穏無事に行ったときはある程度のペースでいいんですけども、そういうのもちょっと。たまには3日ぐらい訓練期間としてで、おっしゃる通りです。だから特に日本の場合は縦割り行政ですから、はい、まあ、時々この危機管理対応はその行政の壁を取っ払って、うん、一斉にね協力して、こうまさにキーワードは臨機応変ですけれども、対応していくね、やっぱり準備訓練、やっぱりこういうことをね、やっぱりもっとやっていかなきゃいけないと思います。コロナも今大変な問題ですけれどもね、うん、さらにこう今このコロナが変異してもっと凶暴化したり、あるいはもうエボラ出血熱とか SARS、うん、MERS みたいなですね、より、もう凶暴なですねウイルスが蔓延したってことをすることもよく想定して、ね、そうそうそう、まだまだ目に見えわかんない、はい、菌がいっぱいある、はい、ね、あとですね、ちょっと私この本も読ませていただきましたけれども、はい、ジブチソマリアでいろいろと、はいはい、支援もされてますし、はい、まあ、いわゆる世界各国で、まあ、水産、技術、要するに魚を
取る技術、うん、魚をこうね保存する技術、はい、輸出だからあの どっかの隣の大国は何でも全部こう分け前よこせじゃない、ないですか、うん、でもどちらかというとっていうかあのそれと全く違った形で木村社長は、うん、あのウィンウィンでね、うん、あの魚もちゃんとね適正な価格で買い取ると、まあ、それでも日本よりは安いと、うん、でもその分お返しで魚の取り方と魚のこの冷蔵をして保存するあるいは売り方とか、うんうん、そういうものをちょこうウィンウィンでやってらっしゃいますね。はい、それを今世界各国とやらさせていただいてみんなウィンウィンであの SGS じゃないけども持続化してきますから、はい、養殖エビの養殖から始まって50年前からもう魚いろんなとマグロもそうなの、うん、それはね大きくなって産卵に来た時ですね、囲って産卵を一斉に通ると増える量が普通は 2.2 匹ぐらいしか大人にならないのが1000匹2000匹になる。今は北大西洋のマグロなんてのは昔は1トンも取れなかったのが1日15トンも20トンも取れた。それはなんか餌をちゃんと自然に増やしてる。増やしてるんです、もう25年やって増やしてるんだよ。だから増えてるなかなか我々にわすわすないんですけど。ああそうなんですか。でエビもそうです、うん、だから他の資源も増やしながら取ってそれを現地の人に取らしてそれをビジネスしてる、うん、でまた逆に日本のものも買っていただく。お互いウィンウィン、ね、だからアフリカでもそう今中南米もそう、ええええ、アフリカも全部そういうこう、もうアフリカ40数カ国、中南米38カ国、みんなも組んでやってる。いやすごい、私思ったのは、あの私もあの外務大臣政務官副大臣、なるべくこう大臣とかが行かないね、うん、あのパプアニューギニアとか、うん、小さな国に行ったりですね、はい、エリトリアアフリカとか、はいはい、でセーシェルとかも行ったんですよ、はいはい、いろんなとこ行ってみるとね、はい、結構ね魚が取れるけど取らないで放置しちゃってる。これ、うん、ねあの前も木村社長に言いましたけどこう取り方を教えてこう冷蔵加工技術とかあれば宝の山がそこら辺にいっぱい、うんうん、だと思います。だからそれがね今のあの ODA っていうんですかね、はい、経済協力が何千億か出されますけどただ言ってやるだけなんです、うん、そこでビジネスってのは入れない。あなるほどね。だからやる時だけやってなくなっちゃうんですよ。あね、ビジネスですよ。だからビジネスすればいい。それを加工して売ってお金にすると喜びするでまた必要なものを、うん、その国の必要なものをやってくれば、うん、いいじゃん。じゃあお互いやる気になってくるんですから。だからこういうのもモロッコなんかでもやってみて、うちには300人従業いるから、うん、マグロなんか何百匹も大丈夫だよ。一切よろしたら10匹も取り上げられない一日で。いやあのそれを、うん向こうの経営者はいやうちなんか日本みたいな木村さんみたいなのに10年かかりますよって言うんだよ、うん、ちょっと待ってと通訳だったら3日でできるよんだだから300円のもう現地の労働者もアミゴアミゴでもう経営者も木村さんすごいって。だからモロッコ国とも友好がすごい、皇太子もこの間来てくれてますしすごいビジネスをやらさせてもらってる、ね、いやだからあの本当にそのまさに SDGs なんていうのはねここ数年ですけどもうその前からそんなのもう50年前からあるんだよ。いや僕ちょっとすごいなと思ったのはジブチとかね、ソマリアですか。あそこはあの海賊の出てきますよね。で木村社長がおっしゃってたのはいやね、それは確かに自衛隊ねあの日本の自衛隊も出てくる海賊の取り締まりしてるけど、うん、結局なんかねボロい船でまあもちろん仕事がないから、まあ、そうやって海賊でお菓子と飲むのを取っててだから、うん、その彼らにその例えば魚取ってそれを売って海賊なんかしなくても生きていけるようなねあのそういう貧困対策をしっかりやるべきだ。だからそこをなんで海賊やるのかっていうことを聞いてなくて、うんうん、ジブチにはもうあの護衛艦とか P3C 単線哨戒機とか、うん、あの F18 とかね F2 とかって戦闘機持ってってるわけね。なんか何ですかと。いや君たちはあの海賊と話したことある、うん、まああの捕まえて何年か日本に送ってもらったけど話はしませんと、うん、それじゃ根源から物事は正せないと、うん、
言うんで僕はソマリアも行ってちゃんと許可をもらった上で行って話したら、うん、もう他の国の連中が取っていっちゃう、うん、他の人たちが来てゴミを捨てる、だから脅かすつもりで一回やったらお金くれたと、うん、でビジネスでも人は何のために生きるのか、うん、何のために働くのかということをイスラム教の人たちを集めてね、モスクで話をしたわけです、ね、人が喜んでくれるための仕事をして人が喜んでお金がくれるような仕事をやろうっていうのでそういうビジネスができる。今でももう海賊が少なくなっていい漁場ですからいっぱいあるんです。だからそこに基地を設けたいということを政府にも言ってるんですけども、なかなか政府が危険だからやっちゃいかんとかなんかとかなんて、なんかセーシェルも確か今はどうか分かりませんけどね、海賊がいるからダメだとかいろいろね。そうですそうです、まあたまに、まあ、海賊なんてまあ本当にもう急にこうじゃあ今日船使ってやるかみたいなまあね、まあ本当に凶暴な海賊から小僧の海賊からいろいろいますからね、やっぱりちゃんときちっと取り締まると同時にですね、うん、そうです、まあそういう人たちが出ないようなね、そうですね、ちゃんとしたビジネスを発展してねやっていけるようにしないとまた他の船が入ってきて今取ってるんですよ、うん、なるほど、それじゃあ何にもなりませんよ、ということをこうなんか政府の感覚が固定ですよね。なるほどね。まあ安全圏内を寝てるのはいいけれども、うん、少し前に行くという、まあ確かにね、日本という本当に日本の政府っていうのは何かあっちゃいけないということでもうギリギリまで、まあ、許可しないとかね、うん、もうその他の国がどんどん行ってて、うん、もういいんじゃないのって言っても、うん、いや何かあったらダメですからみたいなね、うん、責任取れませんからっていう感じが多いですよね、うん、だからもうその時にはもう真っ先にまず行くのが中国でしょうし、うん、その次韓国あたりが行って、うん、欧米が行って、うん、最後の日本行った時にはもうなんていうかもう関わりできないみたいな、うん、そういうのがありますよね。